ために新しい船を作りたいと申し出る。ルフィたちはフランキーの提案を喜んで受け入れ、新たな船の完成と未だ戻らないウソップを待つことになった。そこに突如海軍本部中将げんこつのガープが現れる。ガープは長年にわたって海賊たちと戦い、伝説の海兵と称される強者である。お気か、ルフィ。いってげ、じいちゃんじいちゃん。愛ある拳は防ぐ術なし。ずいぶん暴れとるようじゃの、ルフィ。ガープは孫であるルフィを強い海兵にするため幼い頃から鍛えていたが、赤髪のシャンクスの影響で勝手に海賊になったことに激怒していた。シャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。いやー、ごめんなさい。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。そもそも赤髪がどれほどの海賊か、お前分かってるのか。シャンクスはグランドライン後半の海に君臨する4人の大海賊、四皇の一角を担う強大な海賊であると語るガープ。その四皇を食い止める力として海軍本部オーカ七部会が存在し、3つの勢力が拮抗することで世界の平穏は保たれているという。さらにもう一人、ルフィの肉親に衝撃的な人物がいることが判明する。その人物とは革命家モンキー・D・ドラゴン、ルフィの実の父親だという。ドラゴンは世界政府打倒を目指す革命軍の頂点に立つ男であり、知らぬ者はいない世界最悪の犯罪者である。あ、これやっぱ言っちゃまずかったかの。今のなし。さて、お前はわしの孫なので、この島で捕らえるのはやめたと軍には言い訳しておくので安心しろ。その後、一人の海兵がルフィの前に姿を現す。お久しぶりです。僕が誰だか分かりますか。僕です、コービーです。覚えていませんか。チビで泣き虫だったあのコビー。ほんとか。海軍総長コビー、彼はイーストブルーでルフィとゾロに出会い海兵になる。近くにお二人がいると聞いて、いても立ってもいられない。しかしお前、成長期にも程があるぞ。驚いた。なんでグランドラインにいるんだ。まだまだ将校には慣れてないけど、ルフィさん、このグラ新世界、次の時代を切り開く者たちの集う海、その海。僕、新世界。麦わらさん、手配書。あんた、とんでもねえ額ついてるぜ。それに他のみんなも追加手配されちまった。うわー、上がった。狙撃キングにもついてる。なんで俺だけ選んだよ。俺だって海賊だぞ。ちゃんと男らしく戦う。まあ、いろいろと言いたいことはあるだろうが、見てほしいのはこっちなんだ。兄貴が賞金首になっちまった。きっと兄貴は俺。え、夢の船が完成したぞ。あと出航。じいちゃんが。
ちだ、じいちゃん。すまんが、やっぱり海の潜るとなれ。おい、じいちゃん、なんだよ。ここでは捕まえねえって言ったじゃねえか。うるさい、わしにはいろいろあるんじゃ。さてと、おび、ちと時間を稼いでこい。三刀流王者。ここは僕に任せてください。フムは来たか。フランキーは外してる。フムは生きてる。俺が代わりに見せる。うおー、でけー、かっこいい。いつか海賊王になるなら、この百獣の王の船に乗れ。フランキーからの伝言だ。フランキーはどこ行ったの？俺、あいつに決めたんだ。船大工、本気であいつを連れていく気があるなら、力ずくで連れていくよ。それが唯一の手段。俺たちが無理にでも兄貴を連れてくる。手伝ってくれ、麦わらさんたち。爽やかに分かれた手前、恥ずかしいですが、相手になってもらいます。望むところだ、コビ。ウソップ、戻ってこねえのか。ルフィ、分かってんだろうな。こいつが頭下げてくるまで認めちゃならねえ。今回ばかりはこいつの言うことが正しい。大謝罪を聞けるまでは黙って待とう。あなたとここで再会できてよかった。必ずまた新世界で会いましょう。よし、準備もできたし始めるか。素手で大砲を撃った。星は取りたくないもんじゃ。最近パワーが落ちていかんわい。じいちゃんもどうにかしねえと攻撃が止まらねえぞ。シュッソンソンサンアンツタッカー。キンプパンツ返せ。こら俺の一丁だ。兄貴は俺を追ってくれ。麦わらさんたちの船までうまく誘導してくれ。貴様、サイボーグフランキーの手下だ。
フランキーはどこに。ワルナコンアンドホーサウン。そうだった、回復だ。兄貴も追ってきてるってのに。やべえ、サウン。そりゃサウン。トロン。覚悟はできてんだろうな。ドロン、ソンソン、サウン。兄貴、許してくれ。ソンソン、戦闘で奥義、三点世界。ソンソン、サウン。シシ、ソンソン、サウン。すまねえ、麦わらさんたち。アオ、ようやく取り返したぜ。サウン、ドロン、ソンソン。サウン、それがいい。Don't get it!
ドックシステムは見たか。最大の目玉だ。きっと気に入るぞ。船、ありがとう。最高の船だ。大切にする。ああ、おめえらの旅の無事を祈ってる。取ったぐらいで。そもそも俺は
は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待てフランキー、こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて幾度もの戦いや困難を乗り切り海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよフランキー。なんだ、旅の荷物です。兄貴、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しくらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。ハリボテ修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不憫だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったと行ってくらー。海軍が迫ってる。出航の準備急ぐぜ。